衆議院議員岩田和之ですふるさと佐賀県の農業についてお話をしていますが今回は佐賀牛についてお話をしていきます佐賀牛言うまでもなく佐賀県の誇るこの和牛のトップブランドなわけですがこれを将来にわたってしっかりと守っていくためには実は課題があります最も大きなものはやはりこの農家の数が減ってきているということです え特に子牛を育てる繁殖農家の数が減ってきていることは大きな課題ですそして経営環境も厳しいです新型コロナの影響で佐賀牛もやはりダメージを受けました一方で餌の価格であったり子牛の価格であったりこういったコストの増加も大きな課題になっていますこういった課題を乗り越えてこの地域を守っていくためにこの今様々な取り組みをやっていますまずキャトルステーションと いうものが今ありますまこれはいわば牛の保育園生まれたばっかりの子牛を集めて高いレベルでこの飼育をしていますそして佐賀県の食肉センターには今最新の処理施設が建設中ですこれを作ることでアメリカや EU に輸出に対応したこの取り組みというものができるようになりますそして今ブリーティングステーションというものも計画をされています これは牛の産婦人科とも言うべきもので種付けから分娩まで ICT 技術なども活用して高いレベルでやることができますこのようにこの佐賀県全体としてこのレベルアップを図っていくこういった取り組みを目指して今頑張っているところです次回以降も佐賀県の農業の課題とその対策について話を進めていきます